What's up, what's up? 皆さんご機嫌いかがですか？ NBA アナリスト、佐々木クリスです。今回も僕のチャンネルへようこそ。さあ、今日は何と言ってもですね、熱血バスケの、放送日である月曜日なんでバタバタしているんですが、ビッグニュース入ってきましたね。昨日の動画でもお伝えしました。デリック・ローズが関わるトレードは起きるかもしれない。今日、起きました。そうなんです。はい。これはですね、まあ、手短にですけれども、まあ、すでに日本でも解説だとか、この、トレードにまつわるあれこれ話している方もいるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあ、僕の所感をですね、手短に皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思います。はい。というわけで、なぜこんなに騒ぐかって、そう、デリック・ローズの、トレードですよ。はい。2011年のMVP、そして3度のオールスター選出、選手であります、そういった部分もありますし、なんと、2010-11 シーズン、まあこれが MVP に、輝いたシーズンですよね。そこから2014-15 シーズン、そしてちょっと間が空いて2017-18、18-19 シーズンではミネソタ、それぞれ、シカゴとミネソタで、シボドーヘッドコーチの下で、やはり、こう、花開いてきた。そして、非常に鮮やかなね、その、プレーを見せてきた、このデリック・ローズ、膝の怪我に悩んで、まあ、第一線から退くも、非常にね、そこからカムバックした、そういったストーリー性なんかもあって、非常にファンからも大注目だと思うんですよね。そういった中で、ニューヨークニックスにもかつて在籍していました16-17 シーズン。まあ皆さんもね、覚えてる方たくさんいるかなっていうふうに思います。当然日本にもローズファンはたくさんいらっしゃいますよね。で、このシーズンはフィル・ジャクソンの政権下でした。で、失礼。当時、トライアングルオフェンスっていうのが、すごく現代バスケに合わないんじゃないかっていうところで、まあ批判されて、まあこれはちょっと余談になっちゃうんですけども、現代の NBA にそぐわない最大の要因っていうのは、こう支配的なボールハンドラーが自らの手からこうボールを、率先して離すように作られているこの機械均等型のオフェンス、モーションオフェンスである、まあ、トライアングルオフェンスっていうのが、まあ、ミドルレンジのショットが増える以上に、こう想像してほしいのはですね、ルカ・ドンチッチとかデイミン・リラード、それからハーデン、この選手たちが、まあ、あえて攻撃機会をチームの3番手、4番手に、まあ積極的にその攻撃の機会を、明け渡したりだとか、そこをあえて機会均等に並べる必要があるのかっていうところなんですね。で、これがジョーダンがかつて一番葛藤した部分でもあると思うんですけども、90年代のアイソレーションベースのバスケットボールだったら、まあ、まだ、ちょっと違うと思うんですけども、現代のボールハンドラーっていうのは、ピックアンドロールを起点として、そのピックアンドロールをすること自体が強大なこうシステムになっているわけですよね。で、トライアングルオフェンスっていうのはコーナーで非常にこうスペーシングの悪いところでピックアンドロールを行うオフェンスなので、あまり現代にこうマッチしなかったり、プレーメーカーであるその選手たち、そして数的優位作りというのがバスケットボールの最大の目的なんですけども、これを作ることが一番上手い選手からボールを離してしまう。ピックアンドロールから離してしまうっていうのが、まあ、僕最大の、こう、なんていうんですかね、トライアングルオフェンスの難しさだと思うんです。で、当然、ゴールデンステートウォリアーズが、このトライアングルオフェンスのエレメントを使って大成功を収めているっていうのも、まあ、過去に、解説した通りなので、すべて僕はトライアングルオフェンスに対して批判的ではないんだけども、とにかく、長くなってしまいましたけども、デリック・ローズが16-17 シーズン、このニックスに在籍していた時は、まあ、非常に、難しい戦いになった。で、当時と非常に似通っているのが、今のニックスの現状として一つ挙げられるのが、オフェンスの、まあ、循環が悪いというか、オフェンスでパフォーマンスが低くなっている。今、100ポゼッション換算の攻撃力、オフェンスレーティングはリーグ25位なんですね。で、翻ってディフェンスは、さすがシボドーさん。いや、1年でこんなに変わるもんですね。ディフェンスレーティングは6位。で、ここが差し引きで、ネットレーティングが19位になっていて、まあ、ディフェンスでいい部分で言うと、まあ、ピックアンドロールの、それこそ守り方のスペシャリストであるシボドーさん。相手のショットの精度っていうのを、ショットの質ですね。これは2番目に低い質に下げていて、すごくいいディフェンスは構築できています。なので、デリック・ローズの獲得っていうのは、もう火を見るより明らかなのは、まずオフェンスでのテコ入れだっていうことは言えると思うんですね。はい。で、そんな中ですね、
まあ、このトレードに出ていったこと、もう一つですね、注目ポイントに行く前に、少し話しとかなければいけないなって思うのが、今のニックスの、まあ、こう順位というものが将来こうプレーオフ進出に対して淡い期待を抱かせてしまっているものなのか、それとも実力なのか、はい、ここがですね、まあ、デリック・ローズの獲得ということは、このシーズン終了後にデリック・ローズの契約は、切れるので、そこからもう一回ローズと契約し直すか、それとも彼を、まあ、手放すかっていうのは選択肢としてチームにはあるんですけども、今年獲得したっていうことは少なくとも、まあ、勝負に出ているのかなっていうふうに見るのが自然ですよね。ただですね、今の順位、個人的な、これは佐々木クリスの個人的な見解です。もちろん、異論反論あって当然だと思うんですけども、僕の結論から言うと、他の東のチームの不甲斐なさが、今、ニックスのプレイオフ進出の可能性を現実よりも大きく見せているっていう側面はあると思うんですね。あと、今シーズンは、プレイイントーナメントというのがあって、ニックスは今、8位圏内ではないけど、プレイイントーナメント圏内なわけですよね。まあ、こういったところが、波のシーズンとはちょっと一味違っている。で、現在8位のニックスの下に、今シーズン開幕前の時点での、こう、予想を下回るパフォーマンスしているチームがもう3つ挙げられると思うんですけども、トロント、マイアミ、そしてワシントン、ウィザーズ。このチーム、3チームが5割のラインにいないわけですよね。はい。ここが、まあ、いろいろと球団社長、こちらもローズさんと言います。リオン・ローズさんが、まあ、いろいろ考えるにあたって、影響していることは確かだと思いますね。はい。そんな中、まあ、相思相愛であるシボドーさんがですね、まあ、ローズが欲しいと言わなかったはずはない。じゃあ、これが、どういった部分に影響してくるのか、注目すべき点が僕は大きく分けてですね、二つあると思うんです。それが、まず、ファン、フェイバリットになっている、ルーキーポイントガードのクイックリー選手ですね。それから、2011年、ドラフト。はい。これがどういう風に変わっていくのか。まずは、クイックリーの出場時間をローズ加入によって、どう変化していくのか。ここが奪われてしまうのか。ここが注目だと思うんですけども、シボドーさんはかねてより、こう新人や若手選手よりも中堅、そしてベテラン。もうすでに NBA の中で、自分の能力を実証済みの選手に、信頼を置くという風に、もう皆さん、ご存知のことだと思います。で、今はペイトンが先発、クイックリーが控え。まあ、クイックリーが先発になった方がいいんじゃないかとファンが言うぐらい、まあ、彼が出ていた時の方、出ている時の方がオフェンスは飛躍的に伸びるわけですよね。ここまでシボドーさんの、言っているものは、ペイトンの方がディフェンスが安定している。まあ、これも頷ける部分ですよね。これによって、まあ、ローズが先発になると、じゃあ、ペイトンがディフェンスが優秀だからって言っていた部分は覆されてしまうぐらい、多分、ペイトンの方がローズよりもディフェンスも上手いと思います。だから、これが一つ注目ポイントになっていくし、じゃあ、これをきっかけにクイックリーをもう先発にしちゃうのか。っていうところも、まあ、荒治療っていうのも、荒療治というんですか、そういったものも全然 OK なのかなっていうことは言えます。ただ、僕がですね、やはり、まあ、これまでニックスの、こう、やはり生え抜きの育て方、今シーズンシボドーさんは RJ バレットにも機会を与えている。これは大きな球団としての前進ではあると思うんですけども、ミッチェル・ロビンソンだとか、まあね、この名前を出してしまうといろんなニックスファンが、心中穏やかじゃないかもしれないんですけども、ポルジンギス、だとか、こうどうやって若手と向き合うかっていうのはなかなか球団のダイレクション方向性が見えなかった中で、このクイックリーも今若手の中では一番手の、ポイントガード将来性豊かな選手なわけですから、まあ、RJ バレットと共にねこう成長させていきたいっていう風に踏んでいるのかどうかっていうのが、まあ、このローズ獲得によって大きく変わろうとしている。そしてその方向性が見えてきそうになってきているっていう風に、思います。ちょっと煮え切らないなっていう風に感じたかもしれないんですけども、まあ、僕が言わんとしていることは、これまでもペイトンとクイックリーを競争させていたにもかかわらず、クイックリーの出場時間を抑えられていた。彼の成長はやはり出場時間によってでしかなされない。その中でこのローズ獲得がクイックリーの出場時間をさらに割を食うような形になるのはあまり望ましくないんじゃないかなっていうふうに
思っています。まあ、これにはね、同意してくださるファンもいるんじゃないかなって思うんですけども、ここで僕が注目したのはですね、ペイトンよりもローズがオフェンスでアップグレードになることは間違いないですよね。だからといってローズが先発になるのかっていうところで言うと、僕は、ミネソタ時代、志望堂さんはローズをベンチからほぼ使っていましたよね。この起用方法がいいんじゃないかっていうふうに思ってます。で、現地の報道の中で次にニックスで、トレード候補に上がっている名前がオースティン・リバースだというふうに、聞きました。で、この名前がちらっと上がったんですけども、ここをより深く見ていくとですね、僕の中で、データも見ていくと、まあ、今シーズンの傾向、オースティン・リバースというのは、ペイトン、クイックリー、スミス・ジュニア、要するにこの3人のポイントガード不在の、コート上での時間がわずかに29分しかなかったんです。今シーズンは全体で437分出場しているので、要するにリバースはポイントガードではなくシューティングガードないしコンボガードとして起用されていたわけですよね。僕個人的にはこれまでリバースがそのベンチからのオフェンス要因、ブーストアップさせるための、そういった、シックスマン的な感じでね、使われていた。そしてポイントガードと併用する。その役割をローズにしてもらおうとしていると考えるのがより自然なのかな。そうするとこれまでのポイントガード、ペイトン、クイックリーっていう、このローテーションを崩さずにそのままスライドインすることができます。で、もちろん例えば先発のオフェンスをより改善したい。クイックリー以上に、ペイントアタックもできる。そして志望堂さんはローズの能力で一番過小評価されているのはパスの能力とかつて言ってましたけども、よりオフェンス、ここはペイトンよりも優秀なパッサーであることは確かですよね。で、ペイトンは 24% のスリーポイントシューター。で、RJ バレット、彼も 28.9% ですから、非常にこうスペーシングが乏しい中で、ジュリアス・ランドルだとか、そういった選手がペイントアタックしようとしてるわけですよね。なので、まあ、ローズの方が、そのスペーシングの改善、オフェンスの改善、そういったものにはなるかもしれません。ただ、踏まえておかなければいけないのは、ローズも今季 33% のスリーポイントシューターで、キャリア 30.5%。まあ、年々ね、プルアップ3なども打てる、放てるようにはなってきているけども、まあ、ここは注意しなきゃいけない部分かな、っていうふうに思います。なので、個人的には、ベンチからのスタートで、リバースがやっていた役割、果たせてなかった部分も含めて、ローズに期待する、そういったところがいいんじゃないかな、っていうふうに思ってるんですね。はい。まあ、すでにね、ギブソンの、タージ・ギブソンの加入で、2020のドラフト、1巡目で獲得したトッピンの出場時間は割り食っているので、うん。まあ、そもそもトッピンがね、志望堂向きのルーキーかどうかっていうのは、また別の議論があるとは思うんですけども、この後、クイックリーの、出場時間、そしてローズがどのように起用されるのか、ここは非常に注目だと思います。はい。そして、まあ、ローズ加入っていうのはチームを、やはり、底上げしてくれることはもう間違いないと思うんですけども、これによって影響されてくるのが、もう一つの注目点、2021年のドラフトだと思うんですね。で、このドラフト権、どういうふうになっていくか、なっているか、現状をちょっと整理しておくとですね、これ、ニックスファンでもっと詳しい方いらっしゃると思うので、もし僕が間違っていたら、現状の理解がですね、全然コメントなどで、訂正したりだとか、ここ間違ってるよって言ってくださっていいんですけども、まずですね、ニックスは今シーズンの自身が持っている一巡目指名権をクリッパーズと交換する権利があります。ただし、クリッパーズの場合はトップ4プロテクト。要するに、まあ、LA がここからガクッと下がってね、上位、4位指名以上の指名になると、その、一巡目指名権っていうのはニックスがどんなに欲しくても交換できない。今、クリッパーズの方が順位は上ですよね。ということはおそらく、ドラフトの中では順位が下がってくる。ニックスは自分たちの方がドラフト順位は上になるから、あえてこの交換権を使う、理由はそんなにないんですよ。ということは、自分たちの、まあこれは単純に考えて、自分たちが持ってるドラフトっていうふうに考えてもいいと思うんですよね。もともと持っていた。その中では自分たちの順位が、これはね、タンキングとかも言われますけれども、順位が下がるとドラフト権は上がるので、今の現状で、この自分たちの順位をプレイオフ進出圏内に上げることで、ドラフトで不利になることが果たして得策か否かっていうことです。はい。
で、もう一つ、今シーズン明けにですね、2021年、ドラフト権はもう一つ持っていて、ポルジンギスとのトレードで獲得したダラスの一巡目指名権です。ダラスは今シーズン、ここまでちょっと、スタートダッシュには失敗していますけれども、まあおそらく、ニックスよりも順位は高くなってくると思いますし、まあ一巡目指名でも、どんなにダラスが、この後も苦しんだとしても、まあそんなにね、上位に行く可能性はあんまりないのかな、っていうふうにあります、思いますね。ですし、これはちょっと他力本願的なところがあります。ダラスの成績次第でそのドラフト順位は浮き沈みする。当然ダラスが振るわなければ振るわないほどニックスにとっては価値が上がっていくドラフト指名権だということなんですね。で、ここでですね、このトレードによって、また見えてくるのは球団社長のリオン・ローズさんの思惑ですね。シボドーさんもそうですし、この球団社長も今シーズン1年目、このまあ、フロントスタッフの総意がどこなのか。やはり、シボドーさんは NBA の中で証明された、そういったプレイヤーが、より魅力的に感じるヘッドコーチであるということだとか。まあ、これまでニックスとしてはですね、まあ、自分たちのこう伝統ある球団、マディソンスクエアガーデン、球団資産価値も、NBA ナンバーワン、そういったことを武器にですね、FA は私たちのところに来たがっているっていうふうに、まあ、豪語してきた歴史があるわけですよね。そういったことを鑑みるとですね、リオン・ローズさんもここでローズを獲得に行ったこと、そしてまだ、17億円規模の、サラリーを、に、サラリーで契約している選手を獲得できる、まあ、余剰はあるんですけども、まあ、こういったことにさらに動いていって強化する可能性もある。そうするとですね、ドラフトをして生え抜き選手を育てていく、やはり中期的な計画をしていくよりも、短期的にチームをどうやって引き伸ばして、引き上げていくか。ここに、より、こう、今、系統、まあ、どちらかというと、寄りかかっている。そしてそっちに傾いている。こういったことが言えるんじゃないかなというふうに思います。なので、例えばダラスがですね、今シーズン、まあ、プレイオフ進出、ギリギリラインだとか、それよりちょっと上とか、そういったことだとしても、その、今度、また来シーズン、莫大な、キャップスペースの余剰も生まれてきます。ギブソンや、そしてローズだとか、そういった選手も契約最終年のニックスなので、そこで、まあ、例えば、より大きなこのドラフト権を添えて、まあ、トレード、だとか、新しく FA 選手の獲得だとか、そういったところに動いていくっていうことも考えられますね。まあ、これはトレードデッドラインでも、さらに見ていかなければいけないところだと思います。自分たちのドラフト指名権を差し出して、より、自分たちの、補強に動いていくっていう可能性も全然ありますね。なので、まあ、まとめるとですね、まあ、クイックリー選手のこう出場時間、割を食わないためにもですね、まあ、僕はローズをシックスマンにして、オースティン・リバースがこれまでやっていた役割を、彼に担ってもらう。そしてリバースとはちょっと袂を分かって、まあ、それによってね、さらに、大きな補強、それから、まあ、自分たちのポジションを、こう政治的な意味でも、より強固にしていけるといいなって思いますし、今後のドラフト権の使い道によって、まあ、新しい球団社長のリオン・ローズさんの思惑っていうのもさらに見えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。果たして、ニューヨークニックス、今シーズンプレイオフに進出なるか、ここも合わせて、いや、デリック・ローズの活躍、ますます注目していきたいですね。はい。では最後に、デトロイト。デトロイトは、デニス・スミス・ジュニアと、2021年、今年のドラフト、二巡目指名権をもらったんですが、まあ、ここはハテナですね。うん。まあ、ローズに関しては、クリッパーズとも、クリッパーズにもデトロイト打診したっていう情報があります。あまりにもこのタイミングが僕的には結構早かったなっていうふうに思います。デニス・スミス・ジュニアもすでに NBA レベルの選手じゃないと NBA の中では一般的には見られている選手なんですよね。で、その選手、今デトロイトには、ポイントガードは不在とはいえ、わざわざ、デリック・ローズ、まあ、ね、それだけの価値がある選手に対して、ドラフトの二巡目指名、まあ、こっちの指名権の方が大事だったんであろうけれども、まあ、
例えば2巡目なんとか、指名を2個もらえるようなチームとの協議だとか、そういったところに向かっていけなかったのか、もちろんね、ローズとピストンズの間でどういった部分で合意してたのか、ここはね、カーテンの裏側、僕らには分かっていないところなので、いくつか条件があったのかもしれませんよね。まあ、そういった意味でデトロイトに関しては、まあ、そんなに得したトレードだとは思っていません。はい、というわけで、まあ、デリック・ローズトレード緊急動画ということで、収録してまいりました。皆さんね、ぜひ、この後ニックス、どうなっていくのか一緒に注目してみましょう。というわけで、また次回 See ya!